今回はスティーブン・ホーキング博士が語る宇宙人に対する見解をお伝えします。それでは詳しく掘り下げていきましょう。1959年10月、わずか17歳で彼はオックスフォード大学に入学することとなります。初めの1年半は彼にとって退屈で孤独な時期でした。なぜなら彼は他の多くの学生よりも年齢が下で、さらに大学の授業が驚くほど簡単と感じられたからです。スティーブン・ホーキングは車椅子のニュートンとも称され、アインシュタインと肩を並べるほどの輝かしい才能を持つ科学者でした。彼は21歳の頃、ALS という厳しい難病に見舞われました。多くの専門家が彼の生命を5年以内と予測しており、自身も2年の命と宣告されたと言われています。しかし彼はその予想を覆し、55年にわたり病気に立ち向かいながら物理学の世界で卓越した業績を残しました。彼の IQ は160にも達していたと言われています。彼の天才的な点は何か。それは広大な宇宙というマクロの世界と微小な量子の世界、すなわち量子力学を組み合わせて思考する能力にありました。また彼は高度な宇宙論の知識を一般の人々にも理解しやすく伝える才能も持っていました。その代表作としてホーキング宇宙を語るが挙げられ、これは全世界で1000万部、日本でも100万部以上の売り上げを記録しました。彼の著作は独特な皮肉を交えたブラックなユーモアで語られるスタイルが特徴で、多くの人々に愛されています。突然オカルト的な話題になりますが、ホーキング博士が非常に真剣に取り組んでいたのは宇宙人の存在について。彼はたびたび宇宙人との接触は避けるべきだという意見を公にしていました。例えば中国が貴州省で構築した大型望遠鏡が宇宙からの信号のようなものをキャッチしたと報じたとき、ホーキング博士は絶対に応答するなと強く警告しました。その理由として、未知の存在の意図を知らないまま我々の位置をあらわにするべきではないというのです。ホーキングは言いました。宇宙には確かに知的生命が存在する可能性が高い。そして彼らが資源や新しい住む場所を探し求めて宇宙を探索しているかもしれない。もし彼らが地球を訪れるならば、アメリカの先住民がコロンブスの到来を受けたような悲劇、大量虐殺が再び起こるかもしれない。しかし彼はこうも語っています。宇宙の広さを考えると生命の存在は考えられるが、高度な知的生命への進化は容易ではないだろう。地球を観察すると、その言葉の真実味を感じます。地球が誕生してから46億年、生命が初めて誕生したとされるのは38億年前。この長い時間をかけて単細胞生物から多細胞生物へと進化し、実に30億年を要しました。実際、多細胞生物が登場したのは約10億年前。この進化の過程には非常に長い時間が必要だったのです。そしてさらに多細胞生物が形を持つように進化する過程も時間がかかりました。恐竜を例にとると、6500万年前に彼らの絶滅の原因となった巨大隕石の衝突がありました。一方、他の惑星で生命が生まれた場合、大きな隕石の衝突は平均して約2000万年ごとに発生するとも言われています。この地球では恐竜を絶滅させた後、そうした大きな隕石衝突は幸運にも発生していません。このような幸運が重なり、我々は奇跡的に生き延びていますが、生命が進化する過程で数多くの生命体が様々な理由で絶滅するのは宇宙の中では当たり前のことかもしれません。知的生命が進化する道のりは非常に険しいようです。たとえ私たちのような生命体が運よく進化を果たしても、過度な知識を持ち、争い事や核戦争で自らの種を滅ぼす可能性があるのです。仮にもし宇宙に他の知的生命が存在するのなら、私たちと彼らが
互いの存在に気づかないのかもしれないという考えを持っていました。進化のプロセスを考慮すると、知的生命が生まれる確率は極めて低いと考えられます。しかし、無限に広がる宇宙でどこかに生命が存在する可能性は否定できません。それらの生命体が遥か彼方に存在しているため、私たちはその存在を確認できないだけなのかもしれません。ロシアの著名な投資家ユーリ・ミルナーは宇宙の探査に深い興味を持っていました。彼の巨大な資産を活用して大規模な科学的プロジェクトを設立しました。このプロジェクトはブレイクスルーイニシアチブと名付けられました。著名なホーキング博士もこのプロジェクトの一員でした。ブレイクスルーイニシアチブの目的は宇宙の探査と地球外生命の存在を明らかにすること。人工衛星の打ち上げや宇宙からの信号を捉える取り組みなど多岐にわたる活動が行われています。ホーキング博士がこのプロジェクトに関わっていたことは、彼自身も宇宙に何らかの生命が存在すると信じていたことを示しています。またもし地球外の文明が見つかった場合、私たちが彼らに対してどのようなメッセージを送るべきかについて考えるプロジェクト、ブレイクスルーメッセージも存在します。このプロジェクトでは最も適切なメッセージを考え出す者に100万ドルの賞金が与えられる国際的なコンテストも実施されています。しかし地球外文明へのメッセージ送信に関しては多くの議論が必要とされています。ホーキング博士が常に警告していたのは、安易にメッセージを送信することのリスク。このプロジェクトの一部としてそのリスクを広く伝える活動も行われています。彼の主張は、地球で報告される UFO が宇宙人の乗り物である可能性は低いというものでした。なぜなら、実際に宇宙人が地球を訪れる場合、その存在は疑いようのないものとして明白に感じられるはずだからです。映画に例えるなら ET のような穏やかな存在ではなく、インディペンデンスデーのような圧倒的な存在として現れるでしょう。つまり、もし宇宙人が地球に到来するなら、 UFO という微妙な形態で密かにやってくるのではなく、一目でその強大さを感じさせる存在として現れると彼は考えていました。そしてそういった技術的に進んだ宇宙人が人間と仲良くなろうとするとは考えにくい。むしろ侵略、あるいは最善の場合で観光を目的とするだろうとの見解を持っており、高度な文明を持つ宇宙人は彼らが到達する星を征服する可能性が高いと考えていました。地球で目撃される UFO については、それは虚偽であるか、未来の人々がタイムトラベルをしている可能性があるとの見解を示していました。最後に、彼の個性が光るインタビューのエピソードをご紹介して終わりにしましょう。2006年に宇宙航空研究開発機構 JAXA のインタビューで、地球以外にも知的生命体が存在するかと聞かれた際に、博士は次のように答えています。地球上に知的生命と呼ぶに値するものなど存在するんですか。ホーキング博士の独自性が出ている皮肉を交えた回答です。確かに私たち人類は利権や権力のために争いを絶えず行っており、人類そのものを滅ぼしかねないことを続けています。そんな人類を知的生命とは呼べないかもしれません。このような興味深いテーマをこれからもお届けしていきます。もしまだチャンネル登録していない方は、ぜひとも登録をお願いします。そしてあなたの感じたことや思ったことをコメントでシェアしてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。